久保さん、やっぱ久保さんはシンクロしてますね <laughs> 今日の18時に、まあ、昨日僕も撮ってたんですよ昨日昨日3本動画撮って2本目の動画のタイトルが「生きる凡事徹底」で今日公開するんですよなんかすごいですねちょっとビビりましたね 何なんですかね。<laughs> 考えてること一緒みたいな。<laughs> うん、まああのほんとね、凡事徹底が全てかなと思いますね、うん。まあ結局オチとしてはね、まあその動画でも僕は言ってるんですけども、誰もができることを誰もがやらないレベルでやる。つまり誰もがやらないレベルっていうのは誰もやらないから誰もできないっていう。 オチなんですけど <laughs> そうでもス,スタートラインはねスタートラインは誰もができることなんですよだからつまり誰もができることをすらやらないんだったら成功は100%はないですよだって誰もができることをすらやらないんでしょそれは成功なんか無理ですよ他の人より収入を稼ぎたいだけど誰もができることすらやらないこれどうやって稼ぐんですか逆に教えてほしいっすよ うんそんな方法があるんだったら。成功したい。収入を上げたい。月収100万行きたい。だけど、誰もができることすらやらない。どうしたいんですか何を求めてるんですかあなたは。まあ、あの、仮想通貨買ってください。仮想通貨買ってください。僕は買わないですけど。 まあ当たるかもしれないですよ。宝くじ買ってください。そう。でも宝くじも誰もが、宝くじ、まあ仮想通貨はちょっと勉強しないといけないかもしれないですけどね。宝くじは宝くじ売り場で300円とかで買えば買えるんで、誰もができますよね。そう。宝くじ買ってください。店に切って。僕は300円払いたくないですね。その確率を求あの、そんな確率より、 やれば結果が出る。やり込めば結果が出る。ただで。っていうね <laughs>。それをやりますけどね、僕は、うん。宝くじ買いましょう、もう。うん。それはいいんじゃないですか。別に宝くじでね、億万長者になった人もいますから。なんかね、アメバ TV で5億円当たった人なんか出てたような気がするんですけど、うん。いいじゃないですか。宝くじ買っても当て、当て、当ててる人も事実いるわけですから。 あなたがそこ、そこになるかもしれないですね。宝くじを、で、1億とか5億当てる確率と、ちゃんと勉強して、ちゃんとやって、ちゃんと努力して、ちゃんと文字徹底してやって、あの、月収100万を目指す。どっちの方が確率が高いと思います。僕は、文字徹底ですね。<laughs> でね、ラッキーなことに、 これ,こ,れこれも事実を言っときますけども、なんで凡事徹底だけで稼げるのかっていうと、結局みんなやんないんですよ。みんなが凡事徹底やってたらこれね、うん、久保さんも言ってましたけど、無理ですよ。みんな真面目にちゃんとやってたら無理ですよ。だって能力低いんだもん、僕も。久保さんもただのマージャンデの親父でしょ耳を傾けないですよ。そう。でもみんなは真面目にやんないし、みんな努力しないから、 真面目にやってる人、努力してる人に耳を傾けるんじゃないですか。そうじゃないですか。それだけですよ。僕のね、ドリアが入ってるね、アドバンスコースか。アドバンスコースに入ってる人から報告もらって、あの、お客さんからこう言われましたっていうね。その方は全く初心者ですよ。で、学んでちゃんとやってます。で、報告も毎回来るんですよ。で、その報告の中でね、こんな一小節があったんですけど、 吉谷さんと商品売れた理由、お客さんからこんなこと言いました。真面目に対話してくれてる。真面目に、まあ、ライブ放送やってたんですよね。ライブ放送週1、2回今やってるんですけど、で、ライブでね、ちゃんと質問に真面目に答えてくれてる。なので、有料買いましたっていう。それだけですよ <laughs> ライブやってね、質問者に対して真面目に回答してる。その姿を見て、商品買いました。何なんですかね。 確かに。It